メソポタミア、メソポタミア、ギリシャ、語で、複数の川の間は、チグリス川というフラテス川の間の中赤平野である。現在のイラクの一部にあたる。古代メソポタミア文明は、メソポタミアに生まれた複数の文明を総称する、呼び名で、世界最古の文明であるとされてきた。文明初期の中心となったのは、民族系統が不明のシメール人である。地域的に、 北部がアッシリア、南部がバビロニアで、バビロニアの内北部バビロニアが、アッカド、下流地域の南部バビロニアがシュメールとさらに分けられる。南部の下流域であるシュメールから、上流の北部に向かって文明が広がっていった。土地が非常に肥沃で、数々の勢力の基盤となったが、森林伐採の型などで、上流の潮気の強い土が流れてくるようになり、農地として使えない。 砂漠化が起きた。古代メソポタミアは、多くの民族の攻防の歴史である。例えば、シュメール、バビロニア、シュトバビロン、アシリア、アッカド、ムロデ王国の四つの都市の一つ、ヒッタイとミタンニ、エラム、古代ペルシャ人の国々があった。古代メソポタミア文明は、紀元前四世紀、アレクサンドロス三世、大王の遠征によって、 その収束を迎え、ヘレニズムの世界の位置となる。チグリスユーフラテス龍河は、水源地帯の雪解けにより、定期的に増水するため、運河を整備することで豊かな農業収穫が得られた。初期の開拓地や文化から始まり、エジプトなどよりも早く農業が行われた地域として知られている。紀元前3500年前頃に、メソポタミア文明が作られた。 ジックラトと呼ばれる階段型ピラミッド、聖当と言われているが、詳細は、不明を中心に、巨大な都市国家を展開した。また、農耕の面でも肥沃な大地、整備された、灌漑施設、高度な農耕器具による単位面積あたりの収穫量は、現代と比較しても見劣りしなかったという。さらに、旧約聖書との関連も指摘されており、シ祖アブラハムは、 メソポタミアの都市ウルの出自とされている。エデンの園は、メソポタミアの都市を、バベルの塔はジックラ塔、ノアの洪水は、当地で突発的に起こる洪水をもとにした逸話との説がある。暦は、単位太陽暦を用い、暦と共に、先生術、天文学の雛形も発達し、カルデア人の知恵と呼ばれた。カルデアは、メソポタミア地域の別名。六十新法も、 メソポタミアで生まれたものであり、現在の時間の単位に用いられている。また、金属の鍛錬も知っていたとされている。一週間を7日、必要にしたのも彼らと言われるが、60分法は10までの数の中で素数の7だけが1を割り切れないので、これは60進法にそぐわない。文字は、象形文字を発展させた、設計文字を創始し、 後世の西アジア諸国の様々な言語を表すのに利用され、記録媒体は粘土板が用いられた。設計文字によって書かれたものとしては、ハンムラビ法典がよく知られている。ミタンニのアッカド語は外交用語として用いられ、エジプト第十八王朝の外交文書、アマルナ文書にその言葉で書き記されたものが残っている。各都市には学校が設立され、 文章を扱うための書記が要請されたが、識字能力は彼らの特殊技能であり、一般市民のほとんどは文字の読み書きができかった。これは王公貴族においても同様であり、稀に識字能力を持った王が現れた場合、その王の記録にはそのことが高らかに謳われることがあった。メソポタミアは土地は肥沃であったものの資源が非常に少なく、金属資源や木材、 石材といった基本的な資源さえ不足していたため、周辺地域との交易によって資源を確保することは不可欠であった。貿易の交易範囲は広大で、エジプト文明やインダス文明と交易があったことも推測される。シュメールやバビロニアでは食物をはじめとする必需品を貯蔵して宮殿や都市の門に置いて分配し、バザールで思考業品の販売を行った。 タムカルムと呼ばれる身分型の公益者が存在し、仲買人、代理人、競売人、保管人、銀行家、仲裁人、旅商人、奴隷取締官、徴税理などを担当した。バビロニアにおいては、対外市場は存在しなかったため、キュロス2世は、ギリシア人の市場制度を理解せず、非難した。また、ハンブラビ法典には、損害賠償、負債取り消し、報酬、 東化概念についての記述がある。これらの時代の頃の都市や開拓の場所の116年、トライアヌスが率いるローマ帝国軍はメソポタミアを支配していたパルティアへ侵入し占領するが、翌年トライアヌスが死去117年すると後継皇帝ハドリアヌスは翌118年にメソポタミアから撤退した。多神教であったが、 時代の支配民族によって最高神は変わっていった。ワインやビールはメソポタミアでシュメール人により作られ後にシリアや周辺地域へ広まった。シュメール文明の遺跡から発掘された粘土版ではワインやビールを指す単語がシュメール設計文字ではなく違う系統の文字が使われていた例が存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。